お久しぶりです。FBO ケリンです。お久しぶりです。今日は3月の日程のことについてちょっと話していきたいなと思います。3月だと G3 が3つ、G2 が1個っていう番組表です。そうですよね。そうですね。G2 が 3, 2 3つ。で、えっと、g えー、G2 が1個、G3 が3つっていうのでですね。まあどうなっていくのかなと思います。まあ、こ、えっと、G2、えっと、今回から G3、G2、G1 だけを取り上げていきたいなと思います。で、えっと、G3 は決勝のみ。G2 は初日、えっと、G2、G2、G1 は初日と、 特別、と初日と初日の特,特別選抜予選で、と2日目の12レース、12レースと何とか賞っていうので、えっと、まあと、全日選戦もつけえりんだと、スター・ルービー賞で、これあと、なんて読むんでしょうか、ちょっと忘れましたが、あと何とか賞です。で、と3日目のと準決勝でと、最終日の12レース、このあと、G2 とか G1 の時はこの3 この 4, 4つを上げていきたいなと思います。で、2日目と4日目以外のこの3個レースは全てと合わせていきたいなと思います。まあそこら辺はって感じです。で、G1 の場合だと6日制とか5日制があります。まあ6日制の場合も案外大変なんですけど、6日制は基本的にはと特別予選と、とまあ3日、と どうと、まあと、順次ですとかな、なんとか勝とかして、準決勝、決勝、順位決定戦とか、まあ、これはしないと思います。っていう感じでしていきたいなと思います、まあと G、G3、G2、あと、菊池けとか乗るときはできるだけしたいなと思います。菊池けと G3 と、日脇金牌争奪戦は、まあ、二次予選でまあ破りましたけど、まあまあ強いまあ、これから頑張っていただきたいなと思,い思う選手であります。 あと、G3 の、と、広島、あ、大垣の、と、ルーキーチャンピオンのも、いきやっていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録を、押してくれたり方へでそれではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。